せーの、こんにちは。カメラ部夫婦、俺と私の写真見せ合いっ子第3回目です。です。もう一回。こんにちは。カメラ部夫婦、俺と私の写真見せ合いっ子3回目でございます。1回2回目と、比較的に、好評勝手ながらそう楽しい楽しい会話を、まあ、しながら写真を見せ合ってきました。で今回3回目で、今日は、川崎にある二花稜陽水という、桜の名所、はい、で、まあ、2人で撮った桜の花の写真と、はい、また他の花の写真を、近くにあの緑化センターがあって、花がたくさんあります、そうだね、時々行ってます、はい、でそこの作品を、まあ、2人で撮ってきたので、はい、今日も見せっこします。で、今回は、4つのお題をやっていきます。今日のお題は桜、タンポポ、椿、それ以外の花の4点です。で、まず最初が、はい、桜です、はい、で、こちらが2人で撮った写真です。この写真は橋から撮った写真で、うん、あ、桜です、うん、はい、で、俺のはあの下ばっかり見ているのではなくて、うん、いつも上向きな俺は違います。いつも下向きですたまには上を見て、はい、見たら綺麗な空と、うん、花じゃない桜が見えたんで、それを撮ってみました、うん、はい、うん、気持ちがいいお天気だった。そうで、うん、それじゃあ私の写真からいきましょう、はい、で今日からちょっと今日はタイトルをつけてみました。でそのタイトルが赤いコートの思い出。このタイトルはどうして、はい、娘が小さい時のことを思い出して、で赤いコートの思い出ではなくて、小さい時に着てたお洋服を娘が覚えてたんですよね、うん、でその大きくなって小さい時この色のブルーだったんだけど、ブルーのワンピース持ってたよねみたいな、そんな話をしたのを思い出しながら、あ、この子も大きくなったら桜を見た時に赤いコート着てたなとか思い出すのかななんて思って、ちょっとタイトル、うん、こういうタイトルにしてみました、うん、じゃあ主題は、はい、女の子、桜と女の子主題は女の子、桜と女の子、ああ、そういうことになるね。主題2つじゃダメですか。あ、いいんじゃないですか。いいですか、うん、じゃあそれで主題は2つ、綺麗、うん、ね、あのこのなんていうのかな、桜の花がこう木が一本だけ前に来て、あのちょっと迷ったのが下に石があるでしょ、うん、左下、うん、これ切ろうかなと思ったんだけど、切るとなんかちょっと、まあ切ってもよかったんだけど、うん、お母さんまで切れちゃうのは嫌だ、右切っちゃダメ、うん、そう思った今、うんうん、気がつかなかった、うん、あ、なんかお母さん切れちゃうと思って、うん、右切るのか、右の分量はもうこれで、でもね、うん、まあいいんじゃねえかなっていう気はするね、うん、っていうのはちょうどこの皮のところがいい感じできて、右を切るともっと寄っちゃうじゃない、うん、緑のこの、うん、そうすると、うん、ねえ、ちょっともったいないなって気がする、うん、まあちょっと下、まあ、左下に、うん、邪魔なのあるけど、まあこれこれでいいのかなと、うん、明るさもね、明るくていいと思うね、桜の花も綺麗に見えるかなと、うん、はい、思います、はい、それでは俺です、次、はい、俺の作品をいきます、はい、で題は、うん、春色と、はい、まあ、そんなに明るくないよね、春色、
っていう感じではない、うん、あのね、なんで春っていう言葉を使ったかっていうと、うん、左側が桜、うん、で右側がこれあの、まあ、紅葉樹、ちょっとなんていう木か知らないけども、うん、その緑の葉っぱがこう一緒に写ってる感じが、うん、なんかもう新緑の春も含めて春、うん、新緑は春、新緑は春だ、春、うん、違う、初夏、初夏、春、あ、いいんだよ季語じゃないから、うん、まああの、うん、春らしく、うん、春らしい色かなと思って、本当はねもっと青くした方が、うん、綺麗に見えていたかもしれないけども、うん、今回はそこまでしなくてこの緑を、まあ、綺麗に取っておきたかった、うん、桜のお題でこれ、桜のお題でこれ、あの桜の花をね、うん、大きく取っても、うん、面白くない、いや、もう大きく取れとは言ってない、うんうん、これこれこれ桜、どう見ても桜だよこれ、本当どう見ても、ね、もう目が悪いから、あそれちょっとね、あのちょっと淡くピンクには見えるけど、うん、どう見てもこれ桜、あ、うん、あの今見てるあの YouTube を見てる人は桜にちゃんと見えてる、あ、なるほど、今モニターがちょっとちっちゃいからね、うんうん、あのそういうふうに見えてるけど、はい、春色の、春色です、はい、うん、ということで、はい、次のお題に行きましょうと。で次がタンポポです。で2人が選んだ写真がこちらの2枚です。はい、全然ちょっと明るさが違います、ね、うん。なんかやっぱり、はい、抑えたのかな。抑えたんです、ね。うん。でこれまた、まあ後から詳しく教えてもらうけど、はい、お題がついてます、うん、あのタイトルつけてます、うん、そうだね、はい、それでは俺から今度は行きましょうか。でこれは結構明るい、うん、あの最近明るめに撮って、はい、明るめに調整していると、うん、でまああのこれ主役は当然タンポポなんだけど、あのやっぱり背景、その右上のその赤とか紫とか緑の背景がやっぱり綺麗に撮りたかった。でいろいろこれ、まあ、あの丸く玉ぼけっぽくなるように縁を合わせてで撮りました。でそれとその黄色いタンポポが、まあ、3つ並んでて、まあ、それの対比で見せてみたいと思って、まあ、タイトルは日向ぽっこって言ってるけども、まあ、その日はねすごい暖かくて気持ちよかったんで、まあ、その気分を伝えたいなと。あ、F 値はいろいろ変えるんですか？ F 値変えるよ。で、撮ってる時に F 値を今回はこれはF 値が4、あこれ開放だね、結局、最後は開放で撮ったんだけども、もう少し上げてみて玉ぼけの感じがどうなるかっていうのを見ながら、絞りは設定してる。だから絞りと露出は 何個か変えて当然ながら撮ってる。だから時間がかかるんですね、そう1つを撮るのに、ね、そうだね、あなたみたいにもうパッパッパッパはいかない、うん、動画を撮ってるわけじゃないけど時間はかかる。そうですね、うん、まあそういう感じで、私の作品、私っていうか俺の作品でした。で、私です、私の作品はこちらです。はい、タイトルは食べかけのせんべい。うん、面白い題をつけたねいやこれはタンポポがいっぱいあって、あの白いタンポポも初めて見た、うん、見て、うん、でそれも撮ったんだけど、まあそっちの白いタンポポの方はちょっとあいにくとピントが外れてたりして出せなかったんですけど、うん、これが日向ぼっこのタンポポのあたりじゃなくて、用水路の方のに咲いてて、うん、
ってるタンポポ咲いたばかりなのにもう花びらがないのかと思って目がいって、うん、よくよく見たらまだ開いてなかった、うん、つぼみにくっついてる。これは何取れたんじゃないんだ、うん、あのよく見るとつぼみがあったであろうところに残ってる。まだこう開ききってない感じなのね。それがねなんかすごく可愛くて、うん、でちょっとかじったせんべいみたいだなって思ってでもこれなんか1枚だけ残ってるよね。残ってるね、タイトルには不具合そうだね、ちょっと合わない、うん、かな、ね、もしバリバリってちょっと割れたせんべい、そんな感じかもね、うん、ところでこれちょっと暗いよね、うん、なんで、うん、背景が多分開放で撮ってるんだけど背景がちょっとごちゃごちゃしてそれを隠したくて暗くしました、うんうん、ああそういうことね。で、あとちょっとピントがちょっといまいち足りなかったので、うん、はっきりさせるためにちょっと落としました、うん、ああそういうことね、うんうん、はい。まだカメラが慣れてなくてピントがちょっと合わなくなって、まあね、ちょっとフルボディだからね。フルボディって言うんです、この人は。フルサイズです。まだ慣れてないので、まあちょっとね、APS-C とはちょっと違う感じだからね。はい、以上です、タンポポ。はい。次のお題が椿です。でこちらで、2人が選んだ写真は、こちらの2枚になります。もうここの緑化センターの椿は見事、もう本当にたくさんの椿があって、うん、これ同じ椿？はい、同じものですだよね、はい、見方が違う、はい、だね。もうこれはもう私が先に見つけて、ああそうだ、ね、撮っていったら後ろからやいの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 言ってないよ本当に美しいなと思って、うんうん、でこれの、はい、椿の、はい、あこれは種類は神田川っていう、はい、神田川っていう椿の品種です、ね、うん、はい、丁寧にこう、はい、名札っていうか、はい、あれが書いてあってもうあんまり品種名とかは気にしなくて撮ってるんですけどこの椿は本当に綺麗で、うん、思わず名札も撮ってきました、うんうん、ちょっとここには抜けてないけどね、うんうん、はい、それで、はい、じゃあ私の写真からいきましょうか、はい、実はこの構図としては俺と全く同じもの同じ写真角度、ああ構図っていうかね、うん、構図のものが撮れてたんですけどこれは背景が鉄の格子がついてて、うん、その鉄の格子をちょっと背景に撮りたくて撮ったもので花はもうちょっと下に欲しかった、うんうん、だけど。まあでもその背景がちょっと気に入ってこれ縦の島がその格子なわけね、うん、目立たない、うん、目立たないけどい、まあ、近くに行くと目立つ、うん、見える、うんうん、でこれタイトルは命とつけたんですけど、うん、なんかこう花を見てると、まあ、人の人生とか人の命生命とかそういうものをすごく感じるのね、うん、で葉っぱはまだ青々として艶もあって、うん、でも花びらはもうもしかしたらもう落ちてしまう枯れてるような様子、うん、なんかその対比じゃないけどそれがすごく命の不思議っていうか、なんかそういったものを表してるような気がして、うん、そういうものを感じて、うん、そうだね、タイトルはいい、はい、いいね、いいですか、うん、これもまた暗い？暗いですね。いや別に意図はしてない。あ、本当、うん、ただ多分葉っぱがちょっと飛びそうで押さえてたと思うかな、うん、そうかな、どうかな、うん、でこれがでもやっぱり椿は暗くしたい。あ、本当、うん、ちょっと
暗くしたいなと思って、まあ、確かに、うん、あのタイトルが命なので、なんか花びらも本当に命を今謳歌してるっていうよりは本当に静かに全うするっていうそういうイメージなので、うん、暗いです、うん、はい、私も暗いです。いや、そんなことないよ、いつも明るいよ。明るい、うん、本当にやがましいくらいに明るい、うん、ということで、はい、次は俺の写真に行きましょう。これはまた明るい、これはちょっとまた明るくて、でタイトルがこれ、まあ、いつもあの、ね、この不備の美っていうのがお気に入り の, あのなんとかな言葉で、まあ、あえてその花っていうのは美しいものなんだけども、それが過ぎて、まあ、こうしおれてしまったりとか枯れてしまった姿もやっぱり美しいと思うね。でそれを、まあ、多分俺がつけた名前だと思うんだけど、不備っていう風にして、でそれをまた美しいと不備の美っていうので、こういろんな、まあ、建物でもさびれた風景とか、あの汚いようなその情景っていうものを、まあ、美しいと捉えて見たいというところで、あのよくあの写真のタイトルではないけどタグにつけたり、してます、はい、で、うん、あのこの左下の 白いのはね、うんとね、あんまり気にしなかったこれ葉っぱのテカリなのね、前ぼけで、まあ、入れようとして入れたわけじゃないけれども、あのこれ目立つ、目立つね、うんうん、あのそれより考えてなかった、考えてない、あのそれよりも、うん、あの花の手前にある葉っぱ、うんうん、そっちのテカリの方に目が行ってて、あもうそこ行って投げちゃって、もうここしか見てなかったね手前の方は現像する時もあんまり気にしてなかった、ね、まあまあ視線は、うん、こっち白い句か椿が負けてる、いや俺は勝ってると思う、うん、この花はね、本当美しかったね、2人とももうあの好きなあの花だったので、それでは最後のお題に行きましょう、はい、それ以外の花です、はい、もう本当にたくさんの花が、そうだね、うん、でこの日はいろんな種類の花があったんだ、うん、で最後は、お互い自由に花を選びましょうということで、春らしいですね、チューリップ、うん、やっぱりね、このチューリップはあんまり背の高くないチューリップだけども、うん、あのそれにあんまりいっぱいはなかったんだよね、なかった、うん、5、6本ぐらいかな、好きだよ、あってチューリップ大好き、私はチューリップうまく取れないので、うん、で、それを選んだのと、はい、で、私は見えますか、これはシャガ、シャガねえ、はい、白黒でモノクロで今回じゃ表現してくれたってことですね。じゃあそのモノクロの写真から見ていきましょうか。でまずタイトルが秘密おかしいですか、いやー なんで秘密、なんで笑った、なんか隠し事隠し事、隠し事はないですよ、うん、なんで秘密なのこれ、いや暗いところに影に、あの視野が狭いと目立たもう見つからないようなところに咲いてたりするでしょ、うん、あうだね、あの気がつかないでしょ、いや気がついたよ、これ気がついた、シャカはさすがに気がついた、ね、俺も何枚か、たから、ね、何枚か撮ったけど、うん、いやでも本当に気がつくとそこにいるみたいな感じ、うん、もう静かに咲いてる、そうだね、うん、だから隠し事したいときはシャガのそばで隠せばいいかなみたいな、ああそういうこと、うんうん、これシャガって、うん、俺的には、うん、白い花びらの中に、うん、紫色とか黄色があるじゃない、うん、それが美しいと思うんだけど、白黒にするとそれがなくなるじゃない、花びらだけ見ると、花だけ見るとそうだけど、うん、茎が意外とあのちょっと落ちた緑とかで、うんうん、
なんだろうな、私はこの形も美しいと思うので、形を強調したくてモノクロにしたの。あ、そういうことね。確かに綺麗だよね、あのカラーも現像してます。でもそうだ、ね、この不思議な形、あの妙に惹かれるこの不思議な、不思議と、魅惑的なこの形を強調してみました。強調されてないですか？なんかね、まあちょっとちっちゃいからちょっと見にくいけども、もう少しコントラスト上げてもいいのかなっていう気はするけど、まあこれこれでいいんだろうね。そうするともう本当茎とかが隠れちゃうので、まあこの程度かな。あとこうつぼみのちょっと咲きかけの、下のね、それもちょっと出したかったので、はい、はい、それでは最後チューリップの俺、はい、俺でこれはもう本当にあの春の日を受けて逆光で、あの花びらの中でその花びらのチューリップの花びらの下ってこう黄色いね、黄緑だったり黄色かったり、あの少し違う色なのね。それをうまくこう、まあ、今回は黄色でタイトルも灯火っていう風に、まあろうそくの炎みたいな感じに見えたんで、まあ、そういうタイトルにしたんだけども、本当にこのチューリップの下の部分っていうのは綺麗な色、こんな風に撮れるなんて信じられない。どうして？だってずっと撮ってるもん。ああ、そうだね、何枚もこう試しに試しに毎年、ちなみにこれは、あのすごい背が低いチューリップ、で本当にもう下にカメラをもう地面につくかつかないところまで持ってってチルトで見ながら撮ってる、最近もうほとんどなんかもうファインダー使わないよね、ほとんどもうなんか液晶でチルトしながら見たり、なんかそんな感じでもうほとんどファインダー、まあよっぽど明るい時はファインダーで見るけど、春の植物って小さい花とかが多いでしょ。そうだね、まあでもね、あの立ち上がる時にヨボヨボのじいさんになって、まあ確かに疲れるんだよ疲れるの、低姿勢でねずっといるとね疲れるから、もう立ち上がった時はもうクラクラ、もうそれはもう仕方がない、もうそれなりの年になっちゃったから、まあ仕方ない ね、 そうだね、この前誕生日に迎えましたから、そうだね、そういうことで、2人で、4作品ずつ撮ってきました、春の花を撮ってきました。で、まあこういう形で、また引き続き、やりたいと思います、で、まあこれを見てですね、あのそれぞれの写真にこうした方がいいんじゃないのとか、あこっちが好きだよとか、この写真はなんかこうした方がいいんじゃないとか、そういうなんかコメントありましたら、あのぜひあのコメント欄あのお待ちしてます、あの本当にあのコメントいただくと嬉しいです、あの高評価も嬉しいんですけども、コメントいただくと本当にあの励みになります。でまた引き続きですね、やっていきたいと思います。でまたこういう企画あるいはこんなのしたらどうっていうのも教えてもらえたら、あの日本全国やっぱり花ってあのそんなに違わないから、あのこの花取るけどみんなで取ろうよみたいな、そんなのもできた。もしかしたら将来的にかオンラインでなんかみんなとやるような企画も、もう少しできたら、ね、やっていきたい。もっとなんか盛り上がる企画を考えないと、そうだね、あの2人だけで話してるのももったいないし、まあそんな感じでやっていきたいと思います、引き続きですね、2人でカメラを持って外にやってで投稿したりここで、いろんなお話をしたりしていきたいと思います、いつもあの見ていただいて本当にありがとうございます、はい、それでは、今日はここまで、ありがとうございました。ありがとうございました。